ウォーターカラーズ、風景画家と巡る水際の旅。今月は滋賀県の琵琶湖へ。創業230年、琵琶湖で採れたニゴロブナを乳酸菌で熟成させた船寿司。いただきます。うん、うまいね。癖がなくて、はいはいはい、いい味が出るっていう、もともとのその蔵持ちの菌がいてくれたので、その味を守って、やっぱりいろんな循環の中で生かしてもらってるなっていうのはありますね。命育む琵琶湖の夜明けをスケッチ。朝日は眩しかった。美しいですわ。心ときめく水際の風景を求めて旅は続きます。